暗い鏡は、1946年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画、ロバート・シオドマク監督、第19回アカデミー原案賞ノミネート、社交界を相手とする一流の医師が殺された。ルース・コリンズという美女が、事件当夜被害者と会う約束をしていたことから、警察はルースを犯人と推察する。会う約束をしていたのは、テディ・コリンズ。 それに約束が判明するのは秘書のノートからで、それには名前が書いてあるだけで美女と書いてあるわけではない。しかし、ルースにはペリーといううり二つの双子の姉妹がおり、二人とも完全なアリバイがないため、捜査は難航する。アリバイがないならば、捜査は難航しないはず。アリバイがあるから難航するのではそこで事件を担当するスティーブンソン刑事は、 若い心理学者、スコット・エリオットに助けを請う。彼も姉妹も協力的で、エリオットは姉妹にいろいろな心理テストを行う。その結果、姉妹の一人が犯罪精神病の傾向にある変質狂であることが判明する。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。